新党第一は北海道の地域政党である。略称は第一 NPD。鈴木宗夫事件で自民党を離党した後、遺願手術のため2003年の第43回総選挙に出馬せず、翌2004年の第20回参院選に無所属で出馬し落選していた鈴木宗夫元北海道開発庁長官が2005年8月8日の衆議院解散直後、 8月18日になって結成した。結成直後の第44回総選挙以降、衆議院に比例北海道ブロックで獲得した1議席を保持し続けており、民主党と統一会派を組むとともに、民国連立政権の格外協力与党として活動していた。また、道内の地方選挙でも民主党、国民新党とは互いに、 候補者を推薦し合うなどし密月関係にあった。しかし、2015年から2016年にかけて民主党と日本共産党が急接近し始めると状況は一変。代表の鈴木宗夫は、いわゆる民共共党に難色を示し、長女で民主党所属の衆議院議員として活動していた鈴木隆子も離党の意思を示す。だが、民主党は、 離党届を受理せず除籍処分とし、対立が深まった。そうした経緯もあって、与党の自民党、公明党と距離を近づけ、選挙協力を行うようになっている。2019年7月21日の第25回参議院、議員通常選挙で、日本維新の会から立候補していた、代表の鈴木宗男が当選。日本維新の会では二重党席が認められているため、 鈴木は、維新の国会議員として活動しつつ、新党大地の代表も引き続き兼任する。基本的に、北海道内での活動を、主とする、地域政党であり、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても候補者の擁立はほぼ、道内に限定されている。また、政党要件を満たしていないため、公職選挙法、政治資金規制法、 政党女性法などが定める優遇措置は受けていない。当名は鈴木と同郷の親友でシンガーソングライターの松山千春と話し合って決めたものである。また松山は自身のヒット曲である大空と大地の中でを党のテーマ曲として提供している。同結成前の2004年に出向された第20回参院選の 北海道選挙区に無所属で出馬した鈴木宗男代表は当選には及ばなかったものの485,382票を獲得しており、このことから新党大地は比例北海道ブロックで一議席の確保が見込まれていた。政党要件を満たさない政治団体が同ブロックに名簿を提出するためには二人以上の名簿搭載者が必要であり、鈴木が 同ブロックから出馬する場合でも、少なくとも、もう一人候補者を擁立する必要があった。また中川昭一の地盤である、北海道第11区や竹部勤務の地盤である、北海道第12区に、鈴木を候補者として送り込むという案も浮上したが、政党要件を満たしていない、新党大地の候補者には、超複立候補が認められないため、 鈴木の議席を確保するという点ではリスクが大きかった。そこで鈴木を比例北海道ブロックの名簿単独1位に据える安全策を取り、東北代表の田原香織を同2位、同じく東北代表の田中泉を同3位に搭載した。また、道内の小選挙区では最も有権者数の多い、北海道第一区に東北代表の秋元正博を擁立した。なお、 概要の項で述べたように、松山千春のヒット曲、大空と大地の中で、を、当のテーマ曲として採用していたため、この曲を電話の保留音などに使っていた、松山の故郷のアショロ町役場では、新東大地の応援と誤解されかねないとして、曲を変更することになった。また、同年9月4日、放送予定の NHK の土地マンにおいて、出場者の一人が、 大空と大地の中でを歌っていたため、同番組の放送が延期された。さらに NHK の BS2 にて、同年9月10日に放送予定だった、おい、日本、私の好きな北海道も、番組中で同曲が使用されるため、生放送から録画に切り替えて、同年10月1日に放送することで対応した。2005年9月11日に執行された第44回総選挙では、 比例北海道ブロックで433,938票を獲得、比例名簿1位の鈴木宗男代表に議席が配分された。新党第一は選挙の争点となった優勢民営化に反対の姿勢を示しており、かつ同じく優勢民営化に反対していた保守系新党の国民新党、新党日本はいずれも同ブロックに名簿を提出しなかったため、 民営化に反対する保守票を一手に引き受ける形となった。地域別に見ると、鈴木が地盤とした、北海道第7区を構成する釧路市長、根室市長で名簿届で政党中トップの得票を得るなど、同等での前線が目立った。他方で、代表伝の札幌市では、得票率9.4%とやや伸び悩み、北海道第1区から出馬した。 秋元正宏も協卓金募集の上落選と振るわなかった。なお比例北海道ブロックで胸を新党、鈴木大地と記載された票は新党大地への有効票として扱われた。2006年4月9日の北見市議会議員選挙で新党大地の公認候補が当選。新党大地としては初の市議会議員が誕生した。同年10月26日、 関東地区の支部、新党第一埼玉ともの会を設立する。2007年4月8日投開票の北海道知事選挙では、元民主党衆議院議員、荒井僧を支援したが、現職の高橋晴美に敗北。同年7月執行の第21回参院選では、北海道選挙区に田原香織副代表が無所属で出馬、民主党。 国民新党の推薦を取り付けたが時点で落選した。2008年9月19日、衆議院で国民新党と統一会派、国民新党第一無所属の会を結成。同年11月7日、鈴木宗を代表と小沢一郎民主党代表が札幌市内で会談し、第45回総選挙で両党が全面的な選挙協力を行うことで合意が成立した。 2007年参院選での協力が不調に終わったことから一時民主党との協力関係構築を見直すのではないかとの観測も流れたが選挙協力で合意する前後に行われた串路市や北見市の市長選挙では両党が推薦した候補が当選しており共闘が成果を上げている2009年7月17日優政民営化に反対して自民党の公認を失い 前回総選挙で落選した、八代英太元郵政大臣が入党。次回総選挙において比例北海道ブロックの名簿単独2位で出馬することを表明した。また前回と同様に、鈴木代表を名簿単独1位に据え、同3位に、鈴木の秘書である、浅野隆弘を、同4位に、東北代表の花順子を、それぞれ擁立した。同年8月30日執行の、 第45回総選挙では、比例北海道ブロックで433,122票を獲得、比例名簿1位の鈴木に議席が配分された。得票数、得票率ともに前回からほぼ横ばいであり、地域別の得票状況も前回と同様の傾向を示した。総選挙直後の第七十2特別国会より、民主党、新党日本及び一部無所属議員と、 統一会派、民主党、無所属クラブを結成。主犯指名選挙では、民主党代表の鳩山幸男に投票し、格外協力という形で、政権与党入りを果たすことになった。民主党の協力を得て、鈴木は、衆議院外務委員会の委員長ポストを得たが、圧戦終わ在党で、有罪判決を受け上告中の被告人である鈴木の、投票に自民党などが反発し、 比例の起立採決を経ての委員長就任となった。同年10月8日には民主党の小沢一郎幹事長と鈴木が第22回参院選の北海道選挙区において選挙協力をすることで一致。一時は新党第一独自の比例名簿提出も検討されたが結局見送られ北海道選挙区では民主党公認の徳永恵リを比例区では民主党に移籍した 八代元代表代行を、それぞれ支援することになった。選挙の結果、徳永は、同じ民主党の連合系候補、藤川正志らを破って当選したが、八代は、時点で落選した。2010年9月15日、最高裁判所での上告帰却、異議申し立て却下を経て、鈴木代表の懲役2年、追徴金1100万円の有罪判決と、 景気満了から5年間の公民権停止が確定した。これにより鈴木は衆議院議員としての地位を失った。本来ならば比例北海道ブロック名簿2位のヤシロ、エが繰り上げ当選するところだったが、前日の通り八代は2010年の第22回参院選で民主党から出馬するにあたって党を離れ、新党大地の候補者名簿から外されていたため、 当選資格を喪失していた。これにより、名簿3位の浅野高弘が繰り上げ当選するとともに、党代表代行に就任した。また鈴木が代表を続投することになったため、収賄罪及び政治資金規正法違反で、有罪判決が確定して、選挙運動を行うことができない人物を代表に据える異例の政治団体となった。二0 1年三月十一日に発生した、 東日本大震災の被災者を支援するため、廃品回収業者のエコフィスジャパンと協力して、北海道内で集めた計1400枚の毛布を被災地に送った他党として募金活動を行った。2011年4月の第17回統一地方選挙で、新党大地は公認候補を10名擁立し、民主党など他党の公認候補と無所属候補ら計43名に、 推薦を出して選挙に臨んだ。なお、公認候補は全員が北海道内の地方議会議員選挙の候補だったが、推薦候補の中には山形県、愛知県、大阪府などを道外の地方議会議員選挙に出馬する候補も見られた。統一地方選の結果、公認候補8名と推薦候補29名が当選し、獲得議席数を大きく伸ばした。 特に、北海道議会議員選挙で無所属推薦候補として当選を果たした山崎泉、鳥越義隆の両名は、選挙後に北海道議会で都道府県議会発の第一系会派となる北海道第一を結成している。また、釧路市議会議員選挙では、鈴木の元秘書で公認候補の森豊がトップ当選を飾り、 第44回総選挙で、新党大地を支援して、自民党を離党した、無所属推薦候補の畑中優馬原2名と共に、市議会で、会派、自由申請クラブを構成している。他方で、同議選と同時に行われた、知事選では、当初は民主党推薦の木村俊明を共同推薦したものの、その後支持者から異論が出るなどしたため推薦を取り消し、 自主投票の方針を取った。なおきむは、現職の高橋晴美に敗れている。12月28日、6日に仮釈放された、鈴木宗を代表は、新党、新党大地新民主の設立を、総務省に届け出た。新党大地ま民主には、第一衆議院議員の浅野高弘のほか、無所属衆議院議員の松井健康と、石川智弘、参議院からは、 横峯義郎と平山誠が参加する。新政党決闘以降、新党大地が、新党第一、新民主の前身と報道される例もあるが、新党第一副代表により、従来の地域政党新党大地はそのままの体制で、継続とあることから、国政政党としての新党第一、新民主、地域政党としての新党大地という役割分担がなされる見込みである。 2012年11月28日、新党大地、新民主から新党大地に改名。これにより、新党大地は、地域政党だけでなく、国政部分も再び担当するようになった。ただし、代表の鈴木宗男は、政治資金規制法違反の有罪確定により2017年4月まで、公民権停止処分となって、選挙運動ができない状態であり、 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙の選挙戦に臨むことになった。その総選挙では比例北海道ブロックで一議席を獲得。石川智弘が復活当選するも他の候補は落選。結果、国会議員3人となり、政党要件を喪失した。なお、比例北海道ブロックで獲得した票数は346,848票。 自民、民主に次ぐ3位の得票数であった。2012年12月28日、平山誠が離党。2013年1月10日、参議院会派解散を届けで所属議員は衆参各1名のみとなった。これに伴い、新党大地という会派は、衆参ともになくなっている。2013年5月17日、 生活の党代表である小沢一郎の資金管理団体、陸産会の収支報告書虚偽記入事件で一審、二審ともに有罪判決を受けて上告した石川智博が訴訟に専念するためとして議員辞職願いを衆院に提出。鈴木宗雄の長女である鈴木隆子が同月31日に繰り上げ当選した。 2013年7月21日施行の第23回参議院議員通常選挙では代表である鈴木と同姓同盟で千葉県出身の鈴木宗尾や元衆議院議員の松木など9名を比例代表に選挙区では北海道選挙区と大阪選挙区で候補者を擁立したが共に当選者を出すことはできなかった2014年11月23日 12月21日に予定されている第47回衆議院議員総選挙では唯一の党所属国会議員である鈴木隆子が民主党に入党して7区から立候補。第一自身は小選挙区や比例ブロックには候補者を擁立せず民主党候補を推薦する方針を示した。隆子は小選挙区では伊藤義孝に225票差で敗れたが、 重複立候補していた比例北海道ブロックで比例復活を果たした。2015年の第18回統一地方選挙では北海道知事選や札幌市長選、同式選において民主党や維新の党などと選挙協力を行った。2015年6月に自民党の町村信孝がぶっこしたことに伴い実施されることになった北海道第五区の二千十六年四月の 補欠選挙において自民党北海道連は同党北海道国士部長で町村の娘子、和田義明を擁立。公明党、日本の心を大切にする党も和田の推薦を決定した。この動きに対して民主党北海道常任幹事の池田脇が無所属での出馬を表明、新党第一など他の野党にも協力を呼びかけ、社会民主党や 維新の党が推薦に応じたが、共産党が候補を取り下げ、池田を支援する動きを見せると、世界観や国家観が違う共産党が一緒になった選挙、体制は未人も考えていない。そこには組しないとして、和田の推薦を決定した。2月24日には、夏に行われる第24回参議院議員通常選挙においても、自民党を支援することを決定した。 さらに、同年2月26日には、新党第一代表代理で胸をのじ、娘である、鈴木隆子が、所属先の民主党からの離党を表明。なお、隆子は当面の間、無所属議員として活動するが、新党第一が今後選挙協力する、自民党との統一会派結成を検討する方針。北海道国保選では、鈴木七子や松山千春といった、 新党第一の関係者が和田の応援演説に立つなど、積極的に和田のバックアップを行った。その結果、接戦の末、和田が無所属の池田真莉を約1万2000秒差で破り、当選した。7月10日試行の第24回参議院議員、通常選挙では公認候補を立てず、北海道選挙区で自民党公認、公明党推薦候補の柿の木克弘を、 単独推薦し、その支援に回った。その結果、柿の木は、北海道選挙区の3議席目をめぐり民進党、公認候補の八路義夫と接戦を繰り広げたが、約8,500票差で敗れ落選した。参院選後の8月下旬、自民党北海道連が会合の中で第一に対し、来春までの解散を求めると発言されたことが、報道される。これに対し、 胸尾代表は、新党第一の回答という資格は誰にあるのかと、不快感をあらわにしながらも、正確な話は聞いていないが、叱るべき時期に話があるものだと思っていると述べ、解散と自民への交流に含みを持たせた。また、高子議員も、党と党の協議になる。胸尾代表が叱るべきタイミングで判断すると、発言し、あくまで自民党本部が、協議相手との認識を示し、 同連の動きを牽制した。9月26日、高子が無所属議員のまま自民党との衆議院院内会派に参加。これに従い、会派名が自由民主党から自由民主党、無所属の会に変更された。2017年4月末に鈴木宗男代表が公民権を回復。10月6日、鈴木代表は第48回衆議院議員総選挙の 比例北海道ブロックから新党大地の名簿単独1位での立候補を表明。新党大地は今回の衆院選で初めて道内の小選挙区で自民、公明両党の候補を支援する。高子は衆院解散後に自民党に入党し、衆院選では比例北海道ブロックに立候補する。二千十七年十月の第十八回衆議院議員総選挙では、 新党第一公認で比例北海道ブロックに鈴木宗男と東北代表の安倍千里が立候補した。鈴木隆子は自民党から同じ比例北海道ブロックに重複立候補者より上位の名簿順位2位で立候補した。なお、鈴木隆子は自民党から立候補するために第一の代表代理を辞任した。新党第一は比例北海道ブロックで226,552票を 獲得したが、一人も当選できなかった。自民党から立候補した鈴木隆子は、名ボニーで当選した。2019年4月の第19回統一地方選挙では、北海道知事選において、過去に、新党大地にも在籍したこともある、石川智弘が、野党各党の支援を受けて、立候補したが、新党大地は、石川ではなく、 自公両党が擁立した元夕張市長の鈴木直道を推薦し、鈴木が当選。北海道議選においても前回から方針変換し一部選挙区で自民党候補を推薦した。一部選挙区では日本維新の会とも選挙協力を行った。また、東北代表を務めた安倍千里が市民、維新、第一の推薦で出馬したが、安倍は落選した。6月20日、 鈴木宗尾代表が同年夏の第25回参議院議員通常選挙に日本維新の会から比例代表で出馬する意向を表明。新党大地については地域政党として存続させることも発表された。7月21日、第25回参議院議員通常選挙全国比例区で鈴木宗尾代表が22万742票を集め、 日本維新の会の比例候補中1位で当選。2021年4月の北海道肉補欠選挙では、過去に、新党第一の幹事長を務めた、松木健康が、立憲民主党公認で立候補したが、鈴木は松木を支援せず元新党第一、所属同議会議員の山崎泉を維新公認、第一推薦で擁立した。また、補選の告示日である4月13日には、 次期衆院選で自民党前職の中川育子を第一が推薦すると発表し、中川はこれに先立ち、山崎の応援演説に立った。4月25日の投開票の結果、松木が当選し、山崎は3位で落選。鈴木は残念ながら当初から想定されたことですから、特別な落胆はないとした上で、次につなげようと思って戦っていたので十分な。 手応えは感じたと述べた。神道大地、基本理念自然との調和大地に帰り、大地に学び、自然を敬い自然との調和を図る。差別、偏見、冤罪の根絶ありと、あらゆる差別、偏見をなくし、悪しき権力によって挫折させられ、打ちひしがれた人々に、希望の光が当たる社会を作る。冤罪を根絶する。新自由主義との決別。 格差の是正、貧困の根絶国民を勝ち組負け組と二分する弱肉強食の新自由主義と決別し、貧困を根絶するとともに格差を是正する。額に汗して努力した者が報われる社会を作る。地政学に基づいた外交の展開日米同盟を基軸としながら、特にロシアをはじめとする近隣諸国との地政学に基づいた協調共栄体制を構築し、 世界平和に貢献する。政治家、国家、地方公務員の特権、無駄の排除安易な増税に走るのではなく、その前に、国会議員の定数削減、ボーナス廃止、歳費削減、国家、地方公務員の定員削減、ボーナス削減、雨下りの全面廃止等、特権、無駄の排除を徹底する。新党第一、アミリオ党の考慮、主義、 政策等に賛同し、満18歳以上で日本国籍を有する者は入党を認められる。党費は年3000円で、初回入党時には党員証が発行される。また、党員特典のカレンダーが提供されている。2019年8月17日現在、所属国会議員数1名。ありがとうございます。